岩手県道、秋田県道23号を大武家八幡大線は岩手県八幡大市から秋田県和野市に至る県道である。戸和田八幡大国立公園を岩手県側から秋田県側に東から西へ横断する。県境は標高約1600メートルの八幡大頂上付近を通り、当期は11月から4月までの長期にわたって通行止めとなり、 通行止め期間の前後は夜間通行止めの措置が取られる。また、八幡台の両県側のふもとの東県道沿線に国立公園のビジターセンターが設置されている。八幡台市緑画球から国道341号交点にかけては八幡台アスピーテラインの愛称で呼ばれ、絶景道路として有名である。かつては有料道路であったが、 1992年4月1日に無料開放された。毎年冬季閉鎖期間が終了する4月下旬には、開通式が岩手、秋田両県側で行われ、雪の回廊として観光できるようになっている。秋田県側は、県境から五所岳温泉付近まで、千北市を通るが、道路の管理は、秋田県道318号八幡台公園線と、 共に便宜上仙北地域振興局ではなく、数の地域振興局が行う。八幡体アスピーテライン、岩手県と秋田県をまたぐ八幡平にあり、両県境は、見返り峠で、大宇山脈を超える。標高1613メートルの見返り峠は、八幡体アスピーテラインの最高所で、見返り峠の駐車場から徒歩で、約30分の位置にある。 八幡平山頂との標高差は43メートルである。岩手県側は岩手山を見ながら、また秋田県側は展望が明けて、視界の広い高原の階層路が続く。八幡平は東北屈指の温泉や秋の紅葉の名所としても知られ、見返り峠にある広い駐車場から、八幡沼や釜沼などのある散策路を巡る観光ができる。 八万体アスピーテラインに関するカテゴリー。ありがとうございます。